ガモウ氏は、日本の氏族の一つ。代表的な一族に下記が挙げられる。ガモウ氏は、古代大見国コク軍に勢力があった豪族。大見国の古代豪族である、三上はじめや、大見国コク軍の姿首と同族であるとされる。滋賀県東大見市芋寺町にある、武田神社は、ガモウ氏が建立した神社である。ガモウ氏は、日本の氏族の一つ。中世以降、 藤原北家秀里流を称し、大見国加茂軍を中心に勢力を築いた。室町時代には、大見国の守護大名となった六角氏に格証として仕えた。戦国時代の初期のガモ貞秀は、守護の六角高よりをよく補佐し、六角氏の戦国大名家に貢献したが、着難の秀行が創生したため、その死後に、 着尊のガモ秀樹とこのカモ高里との間に争いが起き、高里が勝利し、以後は高里系が当主として続いた。高里のこのガモ貞秀は六角氏の宿老として活躍するが、ガモ方秀の第二六角氏が小田氏に滅ぼされると、ガモ氏は小田氏に属し、方秀の子であるガモ氏里が、 織田信長の娘婿に迎えられるなど徴用されたため、織田政権とそれを継承した、豊臣政権において、ガ氏ウは代々名として大きく躍進した。しかし、名称として知られた宇ジサが若くして没したため、ガモ氏は衰退し、徳川幕府の代名として存続することには成功したものの、その後も当主の溶接が続いたため光景がなく、ガモ氏は断絶した。ガモは、 日本の氏族の一つ。鹿児島神宮の大宮寺である藤原京清を外、する藤原氏の一族。保安年間に京清のこの春清が、大隅国のたるみを経て荘園である、加毛院を拠点とし、加毛城を築いたのが始まり。鎌倉時代から室町時代にかけては、守護として君臨した島津市の花風に立ち、十一代、清弘は、島津総家七代元究。 八代久しと世の家老を務めるほどであった。ところが、戦国時代に、ガモ氏の家督を継いだ向こう用の十六代、茂清ははわかに、渋谷氏一族や菱刈氏、さらに、殺衆家に調略された肝付氏諸流の家にやらと、結んで、内紛で衰退した、島津宗家に対抗した。が、島津氏の内紛を収めた、島津高久の反撃を受け衰退。 シュゲル・の子のノリキヨの代に降伏し、以後は、島津氏の家臣となった。ただし、高久の命により家督は、清近の子清綱が継ぐよう命じられる。また、ノリキヨの子ため清は、豊臣秀吉の九州征伐の際に密かに独立を、企てたために、島津義久に自害させられたが、その時幼少であった二人の子は経営逃れ。 成長すると、かが前出しとシナの,の長いしに使えた。ありがとうございます。